さあ、それではね、明智健三郎さんは本能寺の変の真実を伝えたいということを言ってるわけですね。で、この個性的なキャラクターたちがいると。さあ、一体どうして明智光秀は本能寺の変を起こしたのか。ね、それをこの信長を殺した男のストーリーをね、なぞらえながら見ていきましょう。さあ、まず最初ですね。最初、光秀はですね、もう本当にもう、なんだろう、もう足軽よりもね、低い身分みたいな感じで登場してきて、まあ、そこから細川藤孝とかに気に入られて、幕府のね、足軽衆になります。足軽ですね、最初は。武将でもないです。もう下っ端です。超下っ端の、もう49とか50歳ぐらいのね、結構年いってる足軽としていくんです。その年で足軽大丈夫かって感じなんですけど、大丈夫です。光秀はもうパーフェクトなんで、めちゃめちゃ強いんで、もう強い、超強じじいなんで、超強じじいとか言って怒られるかもしれない。強いおじいちゃんなんで、足軽だけどね、めっちゃ強いんですよ。で、本国寺の変っていうね、将軍義明が、三好家とか斉藤辰臣とかにこうバッと襲撃されるっていう事件が起きるんですよ。信長がね、京都に連れてってあげて、無事将軍に就任しましたってなった後に、ふざけんじゃねえみたいなね、お前なんか将軍にするかーっつって、やっちまうぞお前らっつって三好家とかがバッと来るんですよ。三好家っていうのは、その足利義明のね、前任だった義輝、麒麟が来るでね、向井治がやったの義輝を殺した人たちです。それを殺した人たちが、またね、俺が将軍ですって戻ってきちゃったから、弟がね、お前来んなっつってね、せっかく俺らが義輝殺してね、好き放題やろうと思ってたのにっつって、で、バーって三好家が攻撃してくるっていう、結構でかい、ね、地味だけど、あんまり有名じゃないけど、でかいイベント実は起きてて、で、こう、本国寺の変っていうのがあるんだけど、その時に、幕の足軽衆として、超強いじいちゃんの光秀はですね、もう槍を振るって、その三好勢と戦ってですね、将軍を守るっていうことをやってるわけですね。はい。で、そこで、まあ、信長とかにね、目をつけられるわけですよ。なんかめちゃくちゃ強いじじいだな、みたいな話になって、お前ちょっとうちで働けるんだよね。まあ、すごいざっくりちょっと省きますけど。まあ、そういうことで、信長のところで使えるように国家になります。はい。で、これでね、光秀の出世街道が始まるわけでございます。はい。で、信長はね、さっきも言いましたけど、この世の中にね、天下太平をもたらす麒麟だっていうように、光秀は思ってますから、非常にカリスマ性もあるので、光秀は信長様をね、ために働いて、この世の中をね、戦だらけの戦国の平和にしたいっていうね、すごい志があるわけです。で、もちろん信長もそういう気持ちを持ってると。ね、その武の、まあ手段はどうあれね、武の力を持って、そういうふざけた奴らを全員ぶっ倒して、もう戦のないね、天下統一を果たすぞっていう気持ちがあるので、志は同じです。はい。そこでね、光秀は信長の下で各地でね、戦って活躍していきます。で、比叡山の焼き討ちとかもね、もう比叡山もね、すごい悪く書かれてるんですよ。まあ、比叡山に関してはいろいろまあ、新朝後期とかね、資料にも書かれてるんだけど、本当に、その、比叡山のお坊さんたちが、仏教、仏教って言ってるんだけど、ちゃんとね、修行とかしてるわけじゃなくて、なんかもう、俺仏教の人だから偉いですみたいな、比叡山のそうだぞ、俺はみたいな感じで、もう、威張り散らして、で、なんか女の子さらってきたりとか、ね、貧しい人から金巻き上げたりとか、悪いこといっぱいしてたから、そのね、もう悪として書かれてるんですね、比叡山の人たちは。なので、信長がね、その、俺に従わない比叡山倒すっていう話になって、光秀も、いや、確かにあんなね、民を虐げたりとか、もう威張り散らしてる比叡山のやつで良くないって言って、もう心を鬼にして、天下太平、平和のために倒しますって言ってね、光秀も鬼のような、もう戦ぶりを発揮して、比叡山を焼き打ちするとかね、そういう話が書かれたりとかしてます。はい。で、光秀とね、信長ここまではね、ここたちは同じです。ですが、そこからね、いろいろこうバーって話がどんどん進んでって、もう間もなくね、武田家も倒したし、本願寺もね、本願寺っていう反抗勢力、一向一揆っていうね、一揆勢力なんですけど、信長に反抗してた、10年以上反抗してた、めちゃめちゃ強い、本願寺っていう勢力がいるんだけど、宗教勢力ね。その本願寺も降参したと。で、武田も倒した。あと、毛利と上杉ぐらいだな、みたいなね、あと、長宗我部四国のね、長宗我部だ、みたいな話になってきた時に、織田家がね、ちょっと、再編しようとね。だから人事をね、ちょっとやりましょう。人事異動しましょうっていう話になって、再編を行うわけですね。これからはもう実力主義、成果主義にしていきますね。だからこれまで過去のね、どんだけ昔に、この、織田家にね、忠誠を尽くして、どんだけ仕事してたとしても、もう過去の成績とか過去の業績はもう一回忘れましょうですね。今、どんだけ成果を出せてるか、今どれだけ売り上げ出せてるかで、人事決めますねっていう話にして、だから、たとえ昔頑張ってても、今何もね、営業しても何も取ってくれませんみたいな、昔すごかった人みたいな人はもういらないよって。今、リアルに金稼げる人だけが、この会社には必要です。みたいなことをやるわけですね、信長がね。うわ、マジかっつってね。だから結構年寄りの、佐久間信盛とか、林秀忠とかね。昔からも信長が終わりにいた頃から、信長に仕えてた人たちで、でも今はあんまり結果出せないみたいな人たちに対して、はい、追放ってね。もうお前らもいらない。はいはい。もう退職してください。みたいな感じでね。バーンって追い出してね。しかも退職金も払いません。みたいなね。もうお前ら出てけ。みたいなね。で、若いやつ、仕事できるやつだけで、うちの会社は、編成します。みたいなことをやるわけですね、信長がね。で、それに対して、ちょっと光秀もね、疑問をね、疑念を抱くわけですよね。これでいいのかっつってね、そんな成果主義って言ってていいのかっつってね、これで本当に世の中平和になるんだろうかって、ちょっと信長に対して疑念を抱き出します。それまではね、いい感じでね、二人でこう、二人三脚で頑張ってたんですけどね。はい。で、そうやって疑念をね、抱いてる中、ついにね、信長が、
カラ入りのね、ビジョンをね、語り出すんですね。はい、これカラ入りのビジョンって何なのかと言いますと、信長はですね、天下統一、日本を統一した後ですね、から、民国、中国ですね、中国大陸の方に渡って、そっちもバー征服して、中国大陸も全部征服しちゃおうっていう、野望をね、抱いてたっていうことがね、ここで明らかになるんですよ。もう日本だけじゃ狭すぎるってね、俺はこんな狭い国で収まらねえぞと。中国大陸制覇してね、だからそれこそなんかもう、モンゴル帝国のね、チンギスハンみたいな、すごい巨大帝国、信長帝国を俺は作るみたいな野望をね、言い出すんですよ。で、これに対して、三井はさらにちょっとね、ここでもうすでに疑念抱いてますから、それまではもう信長と一緒に世界をね、日本を平和にしたいっていう気持ちがあったんだけど、ちょっと大丈夫かって、この人、永遠に戦い続けるんじゃねみたいなね、思うわけですよね。で、この、カラ入りのビジョンに関しては、イエズス会っていうね、キリスト教の人たちも、キリスト教の人たちもね、信長は結構キリスト教許してくれてたし、で、中国の方でもっと教えを広めたいと思ってたから、信長が中国をね、支配してくれたら、信長の下で、今度は中国でまた布教ができる、キリスト教を教えるってことができるから、信長さんぜひ中国行って中国滅ぼしちゃってくださいよ、ってね。で、信長の国になったらそこで好きなだけね、キリスト教を教えられるから、信長さん頑張ってくださいみたいな感じで、イエズス会もプッシュしてるよっていう状況。で、それに対して光秀はちょっと、いや、それはやめた方がいいんじゃないですか、信長さんってことね、言ったりとかしてると。でも信長ね、うるさいっつって、お前の話は聞いてねっ って、この辺からちょっと、喧嘩し出すわけですね。それまですげえ仲良かったけど。で、光秀は、いや、これはあかんぞと。このままじゃね、平和来ないぞと。永遠に戦し続けることがやばいなって思うわけですね。はい。で、そんな中ですね、さらにね、問題が発生します。信長が徳川家康暗殺計画をね、考え出すわけですね。なんで家康殺すんって話になっちゃうんですけど、急にこれ出てきますね。で、もう信長ね、家康は結構力持ってると。で、もう、それまでは武田信玄、武田勝頼ね、武田家強かったです。で、武田家と戦うために織田があって、徳川がいて、で、武田とバン一緒に戦うってやったけど、武田滅びたから、もう別に家康用済みだなっていう話になってきて、で、この後、ね、徳川でも強いから、家康がこう、どんどん勢力広げちゃうと、困るから、もう家康殺しとこうみたいな話になって、いや、マジ急だなみたいな話なんですけど、信長家康殺すってことを決めちゃうわけですね。はい。で、三井ではね、マジかってなるんだけど、いや、これはもうちょっと信長暴走しすぎてるぞってね。家康まで殺すの。平和にしてくっていう話じゃなかったの。これもうちょっと止めなきゃなってことで、三井はね、策謀を巡らすわけですね。この、家康を京都に呼び寄せて殺害するっていう信長の、家康暗殺計画を逆手に取って、信長が家康を殺そうとするところで逆に本能寺の変を起こして信長を殺しちまおうっていうことを、三井は考えるわけですね。あ、それまですごい仲良かったね。ラブラブだった二人なんですが、ここでもう決意したわけですね。空入り、もう中国まで攻めるぞっていう、もうどこまでも行こうとしてるね。戦をずっと続けようとしてる信長、そして家康も殺そうっていう信長、もうこれはもう捨ておけないところで、三井はね、正義感強いですから、正義のために、本能寺の変を起こすっていうことをね、決めるわけですね。はい。そして、三井では家康にその話をするんですね。家康さんですね。信長さんは今こういうことをしようとしてると、空入りしようとしてる。そしてあなたを殺そうとしてる。もうダメだと。ね、このままじゃもう日本めちゃくちゃになっちゃう。信長殺しましょうって話して、家康と共謀して信長を殺すっていうね、話になります。はい。ただですね、ここで信長だけ殺しても、その時信長には息子がいて、織田信忠っていう子供がいるんですね。その織田信忠っていうのは、結構ね、地味で影薄いんだけど、実は結構ちゃんとしっかりしてて、武田攻め、武田を滅ぼした時の戦いの時に甲州征伐って言うんだけど、その武田を滅ぼした時に総大将を任されたりとかしてて、結構信頼もされてた。で、部下からも、いや、信忠様は信長様の後を継ぐのにね、ふさわしいって言われるような人物で、信長自身も自分が中国に行ったら、お前が日本をね、支配しろっていうような、信頼された人物なんで、もし信長だけを殺してもね、信忠が生きてたら、結局信忠が周りの味方を率いて、自分倒しに来ちゃうから、信長と信忠、この二人を同時に殺害しなきゃいけないっていう話になってきます。はい。で、その時にですね、ちょうど、家康はですね、京都に呼ばれる前に、一回ちょっと堺、大阪の方ですね、行って、こう街をね、見物してきたらどうみたいな、ちょっと旅行してきたよ、みたいなこと言われてたわけですね。で、その時の旅行のお供、ね、一緒にこう回るパートナーとして、信忠がね、それを言われてたんですね。だから信忠が、おい信忠からね、おい信忠、お前ちょっと家康と一緒に、堺見物してこいですね。で、その後京都にね、家康をね、連れてこいって言ったわけですよ。で、そして殺そうとしたわけですね。はい。で、信忠とは家康と、大阪旅行。だから、光秀はその時に本能寺に行って、信長を殺し、家康は家康で、信忠を殺すと。同時に襲撃できると。いうことを考えるわけですね。で、細川藤坂とかも、昔からの知り合いですからね、三井家康協力しますよってね、仲間になったりとかして、本能寺の変を起こすというところにね、行くわけでございます。そしてね、まあ、他にもなんかいろいろ四国の話とか出てくるんだけど、まあ、そこはちょっと割愛して、本能寺の変に行きます。さあ、本能寺の変が起こるというね、いう日にですね、信忠はですね、
なんかやばいぞってことで気づくわけですね。なんか家康の様子がおかしいと。ね、家康はそれまで、もう信長様に逆らったら殺される、怖い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 って感じのキャラだったのに、なんかもう、クッて目が座ってるわけですね。なんか大阪こう一緒遊びに来てるのに、なんで、ね、タヌキなんかあんな、ハーっ って目座ってガーってなってんのみたいな。ちょっと怖いんだけど、もしかして、なんかやばいこと考えてんじゃないってことピンと気づいてですね。やばい、これはちょっと父上に言わなきゃってことで、京都に行ってしまうんですね。はい。で、信長が来るなって言ったんだけど、信長が来ちゃって、で京都にね、二人信長と信長が揃うっていう状況が生まれちゃうわけですね。はい。で、家康は、やべえってね、信長殺そうと思ったのに京都行っちゃったみたいな。いや、でももうしょうがないかみたいなになってるわけですね。で、光秀はですね、本能寺の辺を襲撃しに行きます。そしたら、まあ、信長はね、全然、周りに味方がいないから、まあ、いつものごとくね、いつものごとくって言ったらあれだけど、毎回ね、なんか、いっぱい本能寺見てるからさ、いつものことだみたいになっちゃったけど、まあ、是非もなしみたいな感じで、どうしようもねえなっつって、戦うけど、まあ、死ぬっていうわけですね、本能寺の辺で。で、信長も、信長に対してね、その、家康がなんか考えてるかもしれませんってことをね、言いに行くために京都に来ちゃってたから、その時一緒に、光秀の軍にやられて、信長も死ぬというわけでございます。はい。そして、本能寺の辺が終わり、それをね、秀吉がね、実は、察知しててですね、ものすごいスピードで中国を大返ししてきて、三井秀とバチンとね、戦うというところが、今のね、信長を殺した男のお話でございます。チャンネル登録、よろしくお願いするでござる。つまり、本能寺の変の真相とは何だったのか。信長がこういう空入りをしようとしていた。そして家康を殺そうとしていた。このやばい案件を抱えてて、これはちょっと止めなあかんやろ。ということで、光秀が自分の正義感をね、フルに使って、家康とか、細川藤太郎と協力して、この暴走していた信長を止めた。ね、この日本のために光秀は、信長を倒した。っていうのが真相だよっていうのが、この信長を殺した男の話でございます。いかがでしたでしょうか。ああ、これが、そう、今までのね、信長が光秀いじめられてて、ムカついて切れてね、バーってやったとかね、そういうことじゃないんだと。いうことでございますね。はい。これが、信長殺した男の話でございました。さあ、しかしこの話を聞いて、まあ、歴史、ちょっと好きな人とかね、結構歴史好きでいろんな本読んでるよって人は、むむむって思ったかもしれませんね。え、それ真実なんかっていうね、思った人もいるかもしれません。はい。本当にこれが真実なのか。これは確かにちょっとね、疑問が残ります。はい。このね、漫画はね、あたかもこれが本当の真相だよっていうふうに書いてるけど、本当にそれが真実なのかどうか、ちょっと私も疑問に思ってて、なんでそのね、疑問に思うかっていうね、提案を少しだけ、話させていただきます。はい。まずですね、この人は、そういう軍記物とかね、そういう、まあ、作られたお話は嘘ばっかだから良くないっていうことをね、明智さんは言ってるわけですけども、健三郎さんは。言ってるんだけど、その割に、結構、資料から飛躍している部分もあるなというふうにね、あるわけですね。はい。例えば、この信長の、いっぱいあるんだけどね、かいつまで話すと、信長のこの、空入りね、信長が民国に行って、征服して自分がすごい大陸の皇帝になるみたいな、そういう話っていうのはですね、ルイス・フロイスっていう、宣教師ですね。キリスト教を教えに来てた人が、日本今こういう感じですって言ってね、報告書を書くんですよ、祖国にね。その、報告書の、報告書であるフロイスの日本史っていう書物の中にある、まあ一節なんですよね。はい。信長が空に行こうとしてると。で、民国に行って、バーってね、世界征服じゃないけどね、まあそうです。帝国のね、王になろうとしてるみたいなことは、確かに書かれてるんだけど、まあその、フロイスの日本史も非常に重要な参考資料なんだが、ただまあ、すべて真実かって言ったらちょっとわかんないのよ。うん。っていうのも、この話ってこのフロイスの日本史にしか書いてなくて、例えば秀吉とかね、他の信長の家臣とかが、信長様は天下統一したらその後民国に行こうとしてるっていう話をしてましたという書状とか、そういう書物は残ってない、日記とかね。残ってないから、フロイスが言ってるだけ。だから本当に信長がガチでそれを考えたかってわかんない。もしかしたら信長がそういうフロイスとかと話してる中で、いやー天下統一したらちょっと行っちゃうみたいなね。民国行って、俺皇帝になっちゃういえーみたいなことを言ったかもしれない。軽いノリで。言って、それはフロイスが、マジっすかいいっすねそれパパパ書いてきますわーって書いたぐらいのノリの話かもしれないし、ね、まあ、もしかしたら、本気で、いや、フロイスよ、俺は、この後、こういうね、大陸行って皇帝になろうと思ってる。書いとけって言ったかもしれないし、それわかんないんだけど、うん、わかんないんだけど、でも、絶対言ったかどうかはね、ちょっと、信用しづらいなっていう部分もあるわけですよ。うん。まあ、そんなこと言い出したらね、歴史の書物書いてあると全部嘘かもしれないから、意味ないじゃんって思うかもしれないんだけど、まあ、でも、日本史とかね、今こう、史実、真実って言われてるってことは、大体複数の資料を参照するわけですよ。信長の家来が書いた本、家康の家来が書いた本、その辺のお寺に住んでるお坊さんが書いた本、
ね、それから公家の人が書いた本とかね、そういういろんな本をこうまず参照してみんな同じこと言ってるよねってだったら、あ、それ信憑性高いの、みんなはこの日にこういうことがありましたってことをみんなが言ってたらそれは嘘っぽくなるね、本当っぽいもんね。でも一人が書いただけだとその人の思い込みかもしれないし嘘かもしれないし、それわからないからちょっと怪しいよねっていう話ね、だからいっぱい資料があってみんなが同じこと言ってるってわけじゃないからこれも本当かどうかわかんないね、真実って言ってるけどね、まあ別に漫画としては全然いいのよ。ああ、こういう信長のね、その考え方があって、それを止めようとして光秀っていう考え方、漫画としては全然面白いし、ストーリーとしていいと思うんだけど、ただ、真実って言われるとそうかどうかなっていう話っていうことですね。はい。で、他にもね、まあ創作エピソードの取り入れも結構してると。さっき言った通り、まあそう、ちゃんとした資料じゃなくて、まあ江戸時代とかにこういう言い伝えられてる話とかをね、そのまま持ってきてる。例えば、松井康之っていう人がいるんだけど、まあこの人ちょっとマイナーな武将なんですけども、細川藤孝のね、細川藤孝の家臣なんですね。家来で、松井康之ってね、結構なんか頭も良くて、しかも武勇も結構あってね、なかなか、すごい武将なんだけど、この松井康之っていう人が、実は秀吉と通じててね、細川藤孝ってもともと光秀の仲良かったわけじゃん。なのに最終的に光秀に、味方しなかったよね。っていうのは、この細川藤孝の家臣である松井康之が秀吉と通じてて、全部秀吉に言ってたと。あの、光秀がこういう裏切りやろうとしてると。だから、秀吉はそれを知ってたから、すぐに大返しで戻ってくれたと。ね。やりやがったか、光秀とね。お前がそれをやるの待ってたんだ、つってバーって言ったみたいなね。全部松井から聞いてんだよ、みたいな話があったっていう説が、あるんだけど、でもこれってなんか詳しい資料ないんですよ。僕も調べたけど、なんか見つからなくて全然本とかもなくて、だから多分、その、で、この松井康之ね、詳しい方に聞いても、あ、それ多分、あの、江戸時代の創作ですねっていう話だったので、多分これ創作エピソードなんですよ。ここがね、松井康之と秀吉が繋がってたっていうのは。でも漫画に書いちゃってる。ね。なんか創作とかね、軍記物語とかそういう小説とかって良くないって言ってませんでしたっけ、あなたっていう話ですよね。はい、創作エピソードも入ってる。で、さらに、もうこれ鉄板のその軍記物語、明智軍記ダメって言ってるのに、軍記物語引用してるんですよ。っていうのは、紅葉軍艦っていうね、軍記物があって、これ何かっていうと、武田信玄、主に武田信玄とその息子武田勝頼についてね、いろいろ書かれてる、武田家のね、家臣が書いたって言われてるまあ本なんだけど、紅葉軍艦っていうものがあって、まあ、この紅葉軍艦っていうのも諸説あるんだけど、まあ信用できるっていう人もいれば信用できないっていう人もいるのね。うん。なんかそのもう武田信玄はすごかったみたいなことを書いてる内容が結構多いから、もう武田信玄神様みたいなことを書いてるような話だから、その武田信玄をね、崇拝してた人がもう考えた話なんじゃないかって言われたり、いやでも結構客観的に見れば資料としては確かに使えるかもね。本当のこと書いてあるっぽくねっていう人もいたりとか、まあいろんなこれ説があって、まあ、わかんないんですよ。全く信用ならないかもしれないし、もしかしたら信用できるかもしれないし、ここはちょっとね、まだ未だにね、論争が起きてる段階なの。でも、健三郎さんは、いや、紅葉軍艦は信用できる。明智軍記は信用できない。でも、紅葉軍艦は信用できるっつって、紅葉軍艦のエピソードを結構取り入れてるんですよね。うん、だから、武田家滅亡のあたりとかは、新潮後期とかね、その信長の家来である、太田久一が書いた新潮後期の内容とかも、この人結構引用してるんだけど、その新潮後期を引用しながらも、その新潮後期とは真逆のことが書いてある紅葉軍艦も、引っ張ってきたりしてて、いやもうわけわからんみたいなね。真実って言ってる割に、結構そういうどっちなのみたいなところから情報を引っ張ってきてますよねっていうことなんですね。だから、まあ結構歴史を結構勉強してる人とかからすると、ちょっとパニックになっちゃうと。いうような話でございます。はい。ここはちょっと注意点かな。うん。なので、まあ非常にあのね、絵は綺麗だし、面白いので、まあ漫画としてはいいと思う。だから、ここね、副題で431年目の真実って書いちゃってるから、もやっとするんだけど、それをもうバーン取っ払って、これは、明智光秀の子孫である健三郎さんが考えた、ストーリーのね、物語なんだなと思って見れば、絵が非常にね、綺麗ですから、面白く見れるかもしれません。はい。なので、一言で、こう、信頃、ね、信長を殺した男を表すと、僕の考えた最強のご先祖様のお話、っていう感じでございます。はい。まあね、これを、いいと思うか悪いと思うか、まあ、賛否両論あるかもしれませんけども、またはね、この歴史界隈、今、盛り上げていきたいというところで、非常に、ね、売れてますからね、120万部突破してるわけですから売れてますからね、ぜひ皆さんにも一度見ていただきたいかなと思ってお話しさせていただきました。では本日はここまででございます。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ。